ヘアドネーションとは、小児がんや、先天性の脱毛症、不良の事故などで頭髪を失った子供のために、寄付された髪の毛でウィッグを作り、無償で提供する活動。もともとは、アメリカの団体ロックス・オブ・ラブなどが行っていた、活動で、日本では2009年に、NPO 法人ジャパンヘアドネーションチャリティーが、活動を開始した。当初は、認知度の低さから、 髪の毛の寄付が少なく、最初のウィッグを提供するまで4年を要したが、水野美紀や柴崎港などの有名人が参加したことにより認知度が上がり、寄付が急増した。寄付する髪の毛は原則として 31cm 以上の長さが条件である。この 31cm という中途半端な値の由来は、もともと米国で12インチ以上が基準とされ、 それを日本でメートル法に換算したためとされている。ただし、発祥元の一つであるロックス・オブ・ラブでは2021年現在12インチではなく10インチ以上を受け入れ条件としている。なお、女子向けのウィッグを作るためには31センチメートルよりもさらに長い髪を必要とするため、受け入れ先の中には31センチメートルちょうどで、 すぐに切らずに、もっと伸ばせる人は伸ばしてから寄付してほしい、と訴えている団体もある。下記は例示であり、網羅的な一覧ではないことに注意。ありがとうございます。